その上脱いのしていいよ。はい、編み機オープン動画いきます。私3台と思ってたんですが、なんと1、2、それから3、4、5、5台ありました。こちら段ボール、がっちりした段ボールに入ってる上に、すごくしっかりしたプチプチで挟まれてます。よいしょ、どの子かな。重いです。重いということはって感じですが、重いということは、よいしょ、すごいですね。二重にくるまれてます。これが後ろ側、慎重に。これはもしかして、わ、20、30、わー あれ、これなんだろう。割れてる？いや、僕も割れてないけど、こんなの入ってました。見えるでしょうか。反対だった。重いです。重いよ。よいしょ、すっごく重いです。はい、映ってますでしょうか。映ってるかな。シルバーリードマイスタジオ 4.5L。 はい、これは SK840 電子編み機ですね。電子編み機の 4.5mm、 これはレースキャリッジ専用のレースキャリッジを買えば電子編みで模様編みもできるタイプ。はい、こんな感じで、これが外れてる、こんな感じで入ってます。編み状塞と、それから取説。あ、これ随分と、なんかこれいろいろ外れてますね。キャリッジの扉はなかったね。取るわけじゃないので、結構パチ、あ、大丈夫。あ、ちょっと拡大してましたね。はい、こんな感じで取扱い説明書、かなりなんか使われてる感じ。これが外れてました。どうかなって、多分私は電子編み機については欠品がないように確認をすると思うんですけど、ポインターついてますね。ポインターついてます。はいはい、カールコードついてて、あら、これは丁寧に、これは使ってられた方かな。丁寧に、これは油、オイルが漏れないようにですね。で、電子鉛筆、これは貝針がこういう丁寧に入ってます。で、カールコードにこういうもの、セレクターも、それからポイントカムも4つ、重り、多分全部揃ってますね。抜き糸、はい、私840は持ってるんですね。 SK840 持ってます。で、4点セットで、柄板もあるね。はい、あります。
こういうツール OK です。それで針はいろいろ確認しつつ、針の錆はもうすごいと思った以降に、あれこれもしかして紙白さえ大丈夫ですよ、ピカピカ、これもしかして私自分が持ってるのに状態がいいか、これそれはい、紙地押さえじゃない、針押さえしっかり効いてるみたい。まあまたゆっくり見てみようと思います。1台目シルバーリードマイスタジオ 4.5 SK840 ですね。830っていうのがあるの、830って何ミリピッチ、これはあの電子コントローラーが必要ですけど、こういう形で揃ってました。はい、次です。次はこれはそんなに重くないです。でブラザーと見えてますね。あら、お名前がありますよ、箱にお名前があります。はい、こちら、逆になっちゃった。あ、ごまねき、あ、それで軽いのか。私 KH830 かと思ってた。あ、これごまねきです。おや、4.5mm のごま編み機ですね。はい、890、私890ですけど、これ古いタイプだけど、取扱説明書、全製品の修理あるそうですね。くし歯もある、くし歯じゃない、編み出し板、長いのと短いの揃ってます。さあ、これはどうでしょうね、ブラケット。はい、なんとなんと830だったんだ。どういう経緯でこれ落札したのかな、全然覚えてません。これはね、この付属品が目的で出てます。単品でね、あの、いくらでも eBay あたりであるんですけど、結局送料がこういうのになるとかかっちゃうので、編み機ごとこの付属品狙いで、ね、あの落札したものです。はい、見えてきました、 KLC800、これあのカラーチェンジャーですね。何色かの糸を自動で変えてくれるやつで、 KRC なんで、ごま編み機用のものです。KHC っていうのは持ってるんですけど、 KRC っていうのは持ってなかったので、ごま編み機用に買いました。こういうやつで、でこれはもうパンチカードといえばという感じですね。うわー、ラッキーごま引き選手これまた違う、これいろんなバリエーションがあるんですよね、ごま引き選手ってね。あや、ブラザー編み物教科書、これ私持ってますこれはブラザーの、あの実寸で書くね、ニットリーダーですね。これ3個目です。はい、こちら KH851 パリエです。4.5mm のパリエシリーズ。
151は、そうか、これがついてるっていうことはカードリーダーが内蔵してないタイプですね。はい、こちらです。わ、欠品しがちなこの男性系もついてますね。で、あとレースキャリッジ、ちょっとありがちなこの部分ですね。ここのキャップが外れてる。これ爪が折れちゃうんですよね。あ、やっぱり折れてる。爪が折れちゃって、これがはまらなく、カチッとはまらなくなっちゃうんですね。で、あとは油は古いけど、あとは揃っていそうだな。こういうとこきちんと止めて発信された方がいいですね。これは針押さえちょっとダメかな。あ、でも針綺麗です。針とっても綺麗。この子はお嫁に出すための整備待ちですね。はい、東京重機工業株式会社。重機です。重機のこちら、フットコピーです。これね、重機 KE2500?2600 でしたっけ。あのキャリッジにあのパンチカードをあの入れるっていうタイプですね。大好きなあのピンクのあの子に、これはもしかして合うんじゃないかなと思ってゲットしたものです。まあ、重機のいわゆるニットコピーって重機は言いますけど、ニットリーダーですね。製造を読んでくれて指示してくれるやつ。はい、こちらです。これね、重機のワンタッチオート、これね、とってもいい機械ですよ。私持ってるけど、ちょっと古いタイプなんだけど、すごく面白い子です。でもしましたっけ、本当に面白いですよ。おっと、この子もちゃんと止めてもらってない。わ、針綺麗ですよ。 あの針押さえはダメですね。針押さえはダメ。ここがね、ちゃんと止まってないですね、今回のは。これで3台目か。しっかり止めないと。で、付属品見てみます。そうなんですよ。こういうのがついてるんですよ。ちょっとあの、なんて言うんだっけ。スズキ式のガーター機みたいなものがね、ついてて、これをどういう風に使う、あ、そっか、こういうのなんだ。どこにある、あ、左側にあります。これはめるのがボタンがロック、どっかでロックがかかってるな。ツールボックスにこういうのがあってね、左端にはめる溝があります。切り込みが。重機は本当にいいお店作るんですよね。作るっていうか作ってたんですよね。重機さん、また編み機作ってくれないですかね。ボタンが気になりますね。八つボタンもなんか私経験ないんだけど、何人かの方が最近立て続けにね、ボタンが押せないって買ったの、ロックかかってるみたいな感じで押せないっていうのに来てましたので、これあたりでいずれやってみようかな。K833 検査合格証だそうです。はい、こちらは私用です。なんかのトークで、ゲットしようと思いますって言ってたと思うので、軽いです。軽いです、とっても軽い。で、井筒屋さん
井筒屋さんの包み袋に包まれてます。デパートの井筒屋さんです。はい、出ました、出ました。よいしょ、アミムメモちゃんです。 LK100。 アミムメモにはね、テンション棒がついてる子も、それからティーチを編んだり編まなかったりする引き返しボタンがある子もいますけど、私はあえて LK100 にしました。ミニアルモミちゃんしかないんでね。おや、まあちゃんとケースに入ってる。あれ、これってえ、何これ、石をな気がする。えらく綺麗ですよ。保証書からこんな風なものが全部一緒に入ってる。昭和61年11月だって。え、お買い上げ店がね、株式会社西武百貨店だって。ダイレクトマーケティング事業部。へえ、西武百貨店で編み機売ってたんだ。すごいですね。編み物メモでカーデが、あ、かわいい。おう、これはもしかして開けてないですよ、ニッティングパターン。こんなの初めて見るな、編み物なのにニッティングパターン。すごいね。すごいね。これもしかして未使用、未使用でもスポンジが取るのダメかなと思うんですけど、この専用のケースに入ってて綺麗だよね。よいしょ。はい、開けてみます。まずキャリーチから。そうなんですよ、ピンク好きの私だからピンクちゃんを選んだんですね。見てください、ピンク、ピンク、ピンクです。ピンクのキャリーチで、ね、こういうところがないんですよね、このアミメモマちゃんはね。綺麗です。石をとか書いてあったかな。これがね、このアミモメモちゃんについてるのピンクなんですよね。このワンツースリーフォー5点セット。あ、未開封のニッティングスプレー。こういうのがあったんだ。こんなの初めて見ましたよ、簡易的なテンション針ね。こういう専用のケースがあったんだ、初めて見ました。で、これが、あ、これもちゃんと専用ケースに入ってる、取り付け金具ですね。そしてこれが何、重りか、ポリ重り2つ。ああ、なるほど。この中にちゃんとこう、ね、ちゃんとこういうツールも入れられるようになってるんだ。これ入れるんだと思う。こういう感じでね。こういうの初めて見ましたって。ダメかな。とじ針だ。そしてさあ、スポンジどうでしょう。スポンジスカスカです。で、3個組ですね、編み出し板で、ただね、スポンジはスカスカ、こういう状態です。
嬉しいな。でも私のアミモメモちゃんをミニアモちゃんはこの端っこと中間の部分が一つあるのかな。結局私のミニアミモメモちゃんはですね、この端っこのここ一区画ですね、ここの一区画切れ目があります。後ろのこの金具で結局こういう金具で留めてある状態ですね。私のミニアミモメちゃんはここの部分とこれ一つと端っこなんですよ。ということはミニアミモメモちゃんの中の部分を一つ入れたらちょっぴりロングなアミモメモちゃんにもなりますね。針の本数が足らないときはそうしてます。さあもう本当にこれスポンジ出してみましょうか。粉が落ちる。粉が落ちるけど、はい、こういうもう粉々な状態です。段数計もこういう入れ物があったんですね。段数計もちゃんとここに入ってます。こういう感じ。これお安かったですよ。まあ。針押さえの交換はね、結構針全部外してっていう感じだから手間はかかりますが、こういう感じですね。こういう感じのアミモメモちゃんゲットです。はい、こちら私用ですね。アミモメモ LK100、 それから重機ニットコピー、それからブラザーのカラーチェンジャー、ゴマ編み機専用のカラーチェンジャーです。そして編み機ちゃん本体は一番左が、シルバーリード 4.5 ミリ電子編み機 SK840、 これ、電子コントローラーがいりますね。それから重機のワンタッチオート、そしてここ 4.5 ミリの、パリエが一式揃いましたね。これ編み機が KH851 ニットリーダーのついてないパンチカード機ですね。そして KR830 4.5 ミリブラザーのパンチ、ゴマ編み機、そして、ニットリーダーです。この3台この3つでね、ゴマ編みもゴマ編み機両番機としても使えて、製図でのニットリーダーも使えるということになりますね。はい、こんな感じで3台と思ってたら、5台ありましたということで、はい、まあこの編みもめもちゃんね、これ早くスポンジを入れてあげて、いろんな作品を編みたいと思います。はい、ありがとうございました。あ、それからこういうふうな何かこうネジにしても、ネジみたいなパーツにしても、こういうものにしてもね、こういうの編み機に入ってた時取っといた方がいいです。 あれがないばっかりにっていうことがあるんで、こういうただ欠けて壊れてるようなものでも取っといた方がいいです。私はそうしてます。はい、以上です。